にちは。学校で流行っていることは何かしら。何かしら。私ほら2000年も生きているので学校とかよくわかんないし、今時の女の子の事情がわからないので、ちょっとそこら辺を知りたいなと思って。ではちょっと私そこら辺の女の子とそれてるかもしれないんですけれども、はい、学校で流行っていることは、言いたいことがあるんだよ、ガチ恋工場。みんなわかる？マジですか、それ学校で流行ってるんですか、それ。いや、多分私の周りだけなんですけれども。限定なんですね。そう、ガチ恋工場が、もう私がこうみんなすれ違ったらちょっと言ってくれるレベル、なんか珍しいみたいで。あ、フェアリーさんは知ってますか、ガチ恋工場。全く何のことかわかんない。すいません、何でしょう。え、これ一回やってもいいですか。え、じゃあちょっと分かるお客さん一緒に言ってもらっていいですか。誰に恋する。じゃあちょっとお前でちょっとガチ恋工場しますね。いきます。言いたいことがあるんだよ、やっぱりお前は可愛いよ、好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が言うんですけども、はい、そのザキストさんがよくやってくれるんですよ。で、それでちょっともう私もハマっちゃいまして、学校でよくはなんか口ずさんでたんですよ。言いたいことがあるんだよ。そしたらなんか、そう、もう今みたいに周りでえ、何みたいな、何って言って、え、何それみたいな感じで言ってくれて、ガチ恋工場っていうのがあってさ、みたいな感じで。そうなんだ。はい。あ、なんかね、ちょっと秘密の話なんですけど、なんか妖精には兄弟とかいない設定なんですけど、設定とか言っちゃっていいですか。私実の兄がいまして、で兄もアイドルが好きなんですよ。こっそりブログを見たら、そのやっと見つけたお姫様が書いてあったので、こういうこのことだったんですね。お兄さんさすがです。本当分かりました、理解しました。ありがとうございます。いきなりぶっこんじゃってすいませんでした。最近の流行りが知れてよかったなと思います。ありがとうございます。はい、ではどうぞ。私が学校で流行っていることは、多分絶対信じてもらえないと思うんですけど、先信じてもらえなかった。語尾になんかてーってつけるんですよ。語尾にてーってつけることと、絵しりとりが流行っています。だね、わかります。てーって言われてもわかんない。何言って、嘘って言いたかったら嘘てーみたいな、そんな感じ。若いですね、なんかこれ嘘じゃないです。本当なんです。会話で出てくるってことですか。会話で全部手なんです。みんなが。え、クラス全員おいくつですか。私15歳です。ああ21。ああ大学生です。手つけないですね。何が楽しいですか、ちなみに。みんなが、なんか全クラス全員が一緒のことをすることが楽しいんですよ。なんか、ね、これ全員で、なんとか手全員が手。もしかしたらじゃあ手じゃなくてもいいかもしれないです。もしかしたらね。前一学期はねえだったんですよ。学期ごとに変わるんですか。学期ごとに変わってくるんですよ。また新たなる言葉が生まれますね。そうなんですよ。すいません。えしりとり。えしりとり、そう、えしりとりもハマってて、なんか黒板に休み時間になったらみんななんかえしりとりしていくみたいな。あの授業中に手紙回しとかで、なんかいきなりリンゴの絵が送られてきて、めっちゃわかる。それで私が返事でゴリラの絵描いてまた回してみたいなのが流行ってます。それしりとりじゃダメなの。普通じゃダメですよ。授業中は喋れないんで、だから絵で描いてる。そうなんです。それ
絵理解できなかったらどうすればいいかしら。私の絵は絶対理解してもらえないんですよ。なんかいや本当にじゃあちょっと後で絵描いてもらえるかな。あ、書いてます、書いてます。これは多分分かりやすく書いたんで分かるんですけど、かわいい。これがリンゴで、そう、これお猿さん、じゃこれこのゴリラ、ゴリラ。何これ、分かる、これトモリさんがこれ分かるだよ、分かる。チケラヨーヨーって書いてある。分かるね。さっきはリンゴゴリラ、リンゴゴリゴリラ。あ、これわからん。さっきはヨーヨー。多分わからないと思う。わかる人いない？そう、あ、なるほど。ラップ、ラップ、ラップ。これってこの文字、このチケラ、チケラ、ヨーヨーがあるからラップって。わかりやすく書いたんやけど、もっとわかりやすいラーあったらと思って。だってラップしたんでも。チケラって文字ですやん。そう、文字絵じゃないよね。文字書いちゃった。でもやってみると面白いかもしれないですね、みんなで。なんかマジカルスノーパワーとかがありそう、こういうのね。まあ、懐かしいですね。こういうところでもジェネレーションギャップがね。ちょっと分からないですね。分からない、分からない。ちょっと待って、ちょっと。はい、私が学校でやってるのは創作ダンスです。これは分かるわ。分かりますか？あの体育の授業で、なんかそのグループごとによってダンスを作るっていう課題があったんですけど、お休み時間とかもみんなそれで必死で、なんか鐘が鳴り出したら、休み時間の鐘が鳴り出したらみんな踊り出すみたいな。銀行学校になったら チャイムが鳴り出したらみんな踊り出すっていう、ちょっと変な学校です。どんな曲で踊るの？その曲とかも全部自分たちで決めるんですけど、私たちの班はポップコーンっていうのをテーマにして、なんかゴキブリみたいな感じなんか弾けてる感じを出そうと思ったらゴキブリになっちゃって。ポップコーンやから。そうなんですよ。だから、あ、そうなの。さ、これが流行ってる。でもなんか一番まともな流行り事を面白いこと書こうとしたんですけど、やっぱりこうなっちゃいました。この絵は絵しりとりのラボリカシ。これは私のイメージ図みたいな感じです。あ、イメージ図、イメージ図。ハートとクローバーが、そうです。ちょっとハゲって言われてよくいじられてますけど。そうね、髪の毛ないからハゲて。いじられてます。かわいいゆるキャラ。流行りですね。流行りますかね。流行らせてください、皆さん。流行らせてね。はい、では、あ、そうだ、